この人がやばい。本日紹介するのはユリウス・カエサル。ユリウス・カエサルの名前は知ってるけれど、具体的に何をした人かは知らないという人も結構いると思います。カエサルの功績はいろいろあるんですが、一番の功績は現在のヨーロッパの礎を作ったというところです。彼の有名な言葉には、サイは投げられたや、ブルータスお前もかという言葉が有名です。彼はガリア遠征など数多くの戦いで勝利を収め、卓越した政治力を持っていました。また文才にも優れ、これをガリア戦記という書物に残しています。またこのカエサルは、あのナポレオンが列挙した英雄7人、まあ、いわゆる神セブン的なやつですね、これにランクインしています。もう少しカエサルの凄さを語っていきます。カエサルは内乱の1世紀と呼ばれる地獄のようなローマ内乱時代を鎮めました。そして皇帝まであと一歩というところで元老院議員たちに暗殺されてしまいます。しかしカエサルの後継者となったオクタビアヌスは無事初代皇帝となり、以降皇帝の名にはカエサルという文字がつくようになりました。ロシア語ではツァーリ、ドイツ語ではカイザー、そして彼の持っていた軍事司令権インペラトルは英語でエンペラーになりました。この皇帝っていうのは王の上位概念であり、最上級の位を表しています。でその言葉にカエサルという言葉が使われているということを聞けば、いかにこのカエサルという人物がとんでもない人物なのかということがわかるんじゃないでしょうか。さらには7月を表すジュライはユリウス・カエサルから来ていると言われており、ローマを通じて世界の至るところにその影響を与えているのかということがよくわかります。ただね、そんなカエサルにもダメなところはあります。それはハゲであり、女たらしであり、借金王なんです。めっちゃクズや。特にカエサルはプレイボーイとして有名です。逸話でこんなものがあります。元老院議員の3分の1が妻をカエサルに寝取られた、愛人に美女で有名なクレオパトラがいた、などなど、かなりのモテ男だったみたいです。はい、ということでユリウス・カエサルについてお話ししてきました。面白かったよっていう人はね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。ではでは。